どうもタブヤンです。メガドライブミニ2でキャプテン翼メガ CD 版続きやっていきたいと思います。前回小学生編が終わりました。中学になりました。しかもこちら全国大会 V3 に向けチームもよくまとまり、特にわしから言うことはないということで、もう中学3年生になりました。そして南葛中学 V2 全国大会 V2 を達成したメンバーがこちらということで、まあ、中学3年に飛びましたね。そして V3 を目指してこのメンバーで、いきたいと思います。木杉くん、滝くんは健在ですね。で、伊沢くんもいるけど、翼がフォワードじゃなくて中盤でねいます。なぜかというと、もう小学生編が終わってすぐに美咲くんがね、お父さん、画家のお父さんの都合でまたどっかに引っ越したんだよね。あ、フランスかな。で、長野くんが入っております。岩見くん、小田くん、石崎健在、高杉健在、以上のようなメンバーでキーパー森崎やっていきたいと思います。まあ433のプレスでまずは行ってみるか。行くぞ、これはみんな行くぞ。おう、中学生になって凛々しくなってるね、みんな。あ、音楽変わったね。さあ木杉くん、君にパス。今までドリブルしてないから、ちょっと滝くんのドリブル鍛えたいかな。新庄くん、あ、無理か無理か。さあ相手チームはチーム名も知らないけど、翼くんでカットできないと厳しいよね、これ。ワンツーかな。あ、違う、浜野くん、滝くん、パスカット無理か。音楽がなんか一新されたね。あれ、岩見くん、やっぱタックルを鍛えたいよね。でもね、みんなもう一回追いつけ。新庄くん、中里くん、で、試合時間がこれ中学生になったんで30分に伸びましたね。前半30分、後半30分。高杉ナイス、こぼれ玉されてる。石崎、顔面ブロックでいいんじゃない。いきなり1点を止めに行く。 OK、 ブロック成功。こぼれ玉はどうだ。長野くん、ナイス。長野くん、ワンツー。これ長野くんと滝くんのドリブル力を上げたいよね。あとうちのエースを育てたいよな、これ。でワンツー。南葛のエースはやはり木杉くんだよね、エースストライカーで。伊沢くんにパスして、怖いパス、スルーでいいんじゃない。伊沢くんがスルーして、あ、これ届くかな。スルー。市川くん、バランスを崩している。木杉くん、マーク背負ってるけどいけるか。ヘディングシュート、強烈なヘディング、こぼれ球、マジか。翼くん、競り合う。翼くん競り勝ったけどどうだ。伊沢くん、市川くん、バランス崩してる。さらにシュート、スルー。いや、伊沢シュート力70。いけ、シュー鉄トリオ、ちょっと育てたいよね、これ。あー、鋭いキャッチング、市川くんやるな。まあそれを意識してね、シュー鉄トリオの
を育てるのを、ね、意識してタックルでしょ、これ小田君、かわされた。石崎なんとかして。石崎くん、高杉君、これもうダブルブロックだよ。ファウルするなよ。ナイスカット。長野くん、おお、フリーが多いね。これ全然ワンツーとか使って能力を上げていく感じを。長野くん、どんどん、そして木杉に決めさせたい。翼くんじゃあなく、いや、もうここワンツー何度でも。ああ、カットされた。やばい、これはやばいぞ。カウンター受けるぞ。中里届かない、これはやばい。あー、来た森崎。さあ、パンチング力69、どうなんだろう。よし、森崎通用する。いいよ。あ、バランス崩してる。これはさすがにヘディング来た。森崎ナイス、ナイスだ。森崎69か。若林くんが100超えてたもんね。残り6分、これ前半1点取っときたいよね。石崎どうだ。ダメだー。キーパーどうする。森崎飛び出せ。ナイスキャッチ森崎。さあ滝くん、ここは翼くんに渡したいけど、いや、もう自分で行くか。自分で行く。滝くん自らシュート。市川くんパンチング。ここのこぼれ球、うわー、クリア。残り時間ロスタイム、パスカットできるか。長野くん、もうシュートでいいんじゃないこれ。あ、パス、翼くんにパス。ロスタイム短そうだけど、あ、カットされたのかい。中学編甘くないね。おー、まあまあまあ、経験値を得たと思えばいいんじゃないの。ただなんかディフェンスが良くないね。どうだろうな、これフォーメーションもちょっと変えた方がいいかもな。ディフェンスタイプをちょっと、そうだね、王者南葛だからノーマルにしてみようか。中間的な、あんまりやったことないけどね、今まで。ディフェンスタイプノーマルでいきます。普通にやってれば勝てるよねっていうね。タックル、守備は基本タックルで。さすが来すぎ、当てた。マークに行く。ナイス、来すぎ。岩見くん、ドリブルでいいか。岩見、おっと、やばい。ゆうきくん、なんか髪型が強そう。あ、パスカット、これはダメだ、取られた。弱気なんがバレだ。滝くんディフェンス、やばい。初戦から大苦戦だねこれ。石崎ナイスカット。さあパスだ。あ、ワンツーで攻め込んでいくか。ちょっと囲まれてるから。あー、ゆうきくん、これやばそう。いや、嘘でしょ、そこで取られる。石崎、何度でも取り返して。顔面ブロックだ顔面ブロックだとどっかに当たるでしょ。ナイス、
こぼれ玉大事、長野くん来た、おっとドリブルで稼い、際どくかわした長野くん、いいよ、さあ翼くん上がってこい、翼くんまた来た、安吉くんドリブルでかわす、よしかわした長野くん、いいよ、翼完全に翼マークされてる、もう一回ドリブル、3人抜き、長野くんそこは無理だった、なかなかこの試合翼くんにボールが回らないよね、やっぱ美咲くんがいないのは大きいよな、石崎ナイス、翼にパスだ、さあ石崎通した翼、エリア内からのバナナシュート、ナイスゴール、ワンチャンスをものにしました、さすが主人公、翼くん曰くね V3 してね、中学生活負けなしで倒された、ロベルトにね会いに行くという、ブラジルに行くんだと、小学校時代ロベルトね帰っちゃったからね、中里くん、いやーダメだこりゃ、ワンツーか、あーっとやばいぞ、ボレーシュート来た、森崎、パンチ力70、届かない、森崎修行足りない、ここは翼に頼るか、ゴールデンコンビはいないけど、滝くんとのワン、あ木杉くんとのワンツーだ、自分で行け翼、もう残りガッツ全部使ってもいいよ、エリア内まで持ち込むんだ翼、自分で、翼はやっぱりワンツーとパスとねドリブルを鍛えたいよね、翼もね、フォワード陣はやっぱドリブル鍛えたいよね、今後のこともあるので、耐える、かわした、さあ決めろ、普通のシュートでいいんじゃないか、翼くん、おおパンチングか、さすがだな、なんかね普通のシュートの方が経験値が多く入るみたいですよね、パスしてくるかな、おドリブル来た、よし翼くん何度でもシュートだ、普通のシュートで決めるんだ、おおキャッチング、競り合いか、岩水くん競り勝った、滝くんチャンス、ここはもうシュートでしょ、滝くん、滝くんセンタリングが専門かもしれないけど、あパンチング、さあここねじ込め、翼くんいいところにボールが回ってきた、オーバーヘッドだ、ここはヘディングじゃないんだ、あーゴール、クロスバー、ねじ込めない、角度が悪かったか、これはやばい、翼くんもう一回自分でナイスカット、ここはもうカッツがないからブロックしてきたな、バナナシュート、もうラストガッツ、カバー入りましたが決めました、ギリギリだ、さあ1点守るぞ、これの中学の名前伊藤だったね、伊藤中学、ゆうき
フェンスディフェンス、ディフェンスタイプノーマル。なんかノーマルだったらパスカットの位置とかに入ってくれそうだけどね。さあ翼くんマークに行った。タックルギリギリできる。ガッチ37しかない。いやーかわされた。しかしなんとか勝てました。ギリギリでした。初戦突破です。危なかったね。南葛 V2 してるチャンピオンチームとは思えなかったですね。次回もお楽しみに。さよなら。